なりたい自分に変身する、そんな魔法のような力を持つテラスタル。 SV で初登場した拡張能力であるテラスタル、それはパルデアの土地柄、北上の土地柄、そして一種の土地柄とも関係しております。しかしこれらの3地方で確認されているテラスタル、全て性質メカニズムが異なることはご存知でしょうか。今回はテラスタルについてお話ししていきたいと思います。おんじゃもどうもさおでございます。というわけで皆さん、ハッピーバレンタインでございます。まあつまり大晦日が45日目ってことなんですけれども、チョコ嫌いの僕としては謎にそわそわして、別にもらったとしても好きじゃないっていうツンデレ度の高いイベントとなっておりましたが、皆さんどうでしょう。まあというわけで、チョコがもらえず絶望している方はですね、パルデアの土でも食っとけ。というわけで今回はパルデアの土に関係するテラスタルのお話、今までちょっと解説できなかった部分を紹介していきたいと思います。それではテラスタル、ポケットモンスタースカーレットバイオレットに登場した新要素、拡張機能でございます。バトル中に全身が宝石のように輝き、そしてタイプの強化だったり、タイプをそのままチェンジしてしまったり、新世代のテラスタルだとなんかわけのわからんタイプの結晶が頭の周りを外周するという要素になっております。さあこのテラスタル、パルデアでしか確認できない要素と言われていたんですが、仮称北上地方や一種でもテラスタルが行われております。しかしこのテラスタル、メカニズムを解剖してみると、全ての地方異なるテラスタルをしてるんですね。それでは視聴者の皆さん、どれぐらいテラスタルについてご存知でしょうか。クイズを出していきます。それではこれは何でしょう。ノーマル。これ EV ですね。怒られるぞ。このテラスタルという謎の現象の発見自体、これはヘザーさんの時代から見つかっていたものだったんですが、実用化およびにそのテラスタルという現象自体の世間への発表はプトゥオーリムの時代、10年以内に行われています。だから実用方法は割と最近見つかって、世間に認知されるようになったのも新しい、そんな技術。この技術はいろんな研究者がオーガポンのお面の噂のように興味を持って押し寄せているという形になります。それではテラスタルにまつわるキーワードというものを挙げていきます。まずは結晶の花、そして飽和、そしてエネルギー濃度。テラスタルにはこの3つの関連ワードが存在しています。まずは結晶の花なんですが、これですね。まあテラレイドバトルに行くこの結晶なんてものも結晶の花の一つだと考えられております。そして飽和というものは、皆さんが腰の玉につけているそのテラスタルオーブ、こちらのメカニズムとも関係していて、大気中のテラスタルエネルギー、これが飽和するとテラスタルという現象を引き起こすことができます。なのでこの結晶の花自体も自発的なエネルギー、まあ、つまりオーブを使わずに飽和し結晶化したっていう自然のテラスタルっていうことになるんですよね。だからこそ自然的にテラスタルをするポケモンたち、これが存在していました、オーブがない時代に。ここまでは以前の授業でもお話ししたことですが、今回から濃度的なお話をしていきます。テラスタルの濃度というもの自体は、ゼロの大空洞に進出した時に、ブライアさんがゼロの大空洞をどんどん進んでいくと、テラスタルの濃度、テラスタルエネルギーの濃度というものが高くなっている、このように分析していました。今回の本題を思い出してみましょう。北上、一種、パルデア、このテラスタルって全然違うものになります。これは濃度に関わるお話です。それではパルデア地方のテラスタルの性質、源はどこでしょうか。まあ源って言っても、まあテラパゴスだったり、テラスタルのエネルギーというものが漠然と存在している形になります。まあでこのテラスタルのエネルギーは結晶化したり、大気に溶け込んだり、あと土に混じったりするんですね。そこから大気に溶けてパルデア地方ではテラスタルができるって形になっていて、まあ一見このように普通に見える場所なんですが、まあ大気にはテラスタル、土にはテラスタルが湧いていて、そこから結晶の花がこのようにボコッと出る形になっている。でこの大気中にあるテラスタルっていうものは、まあ、濃度が上がると可視化することができるんですね。まあそれがこのエリアゼロ、パルデアの大穴。まあちょっと動画では分かりづらいかもしれませんが、このキラキラしたものが大気中に溶け込むテラスタルのエネルギーです。
で簡単な話ですよね。このエリアゼロから、まあ、このようにバーって広がっていくんですけど、まあ、端に行くほどにテラスタルの濃度っていうものは、まあ、差が出るというか少なくなっていって、大穴に近づくごとに濃くなっていきます。はい、このように大気中の濃度が、まあ、飽和すると、まあ、自発的な結晶が増えてくるって形になっていて、ゼロの大空洞ではもう一番濃いエネルギーがあったっていうお話ですね。まあ、パルデア地方って、まあ、他地方と比べると薄めのエネルギーになってます。北上は、それでは北上のお話をしていきましょう。北上ではこのようにテラス池を元にした水源がこのように里全体を覆っていっています。まあ、ラクドだけは、まあ、その影響を受けてないんですが、パルデアとの大きな違いは水です。水に溶け込んでそのテラスタルのエネルギーを運んで里を覆ってるって形です。なので水に溶け込むと飽和せず、まあ、豊富なエネルギーっていうものが里全体を行き渡らせるっていう形。まあ、ですがあまりにもテラスタルのエネルギーが、まあ、膨大だと、まあ、水の中でもこのように飽和します。でテラス池の結晶の花自体は昔はこれほど大きくなくて、日に日に飽和し、このような結晶を作り出し、飽和しない部分は、まあ、水に溶け出して、あとはこのテラス池の中にある結晶、まあ、もちろん土にも行きますからエネルギーが大気に溶けているって、まあ、二重構造になってるわけですよね。まあ、なので北上のテラスタルって多分パルデアより強固なものなんですね。まあ、理論上はね、まず強力なものになっています。で最後がブルーベリー学園。まあ、登りながらお話しすると、まあ、ブルーベリー学園の、まあ、このテラスタルの技術っていうものはパルデアの研究、そしてテラス池の研究を終えた上でブライアさんが実現している、まあ、仮想的なテラスタル、まあ、源はこれですよね、テラリウムコアですが、物語の進捗によりテラリウムコアの、まあ、メカニズムが異なるっていうところですね。まあこれどっかで見たことありますよね、これね。まあテラス池にそっくりなんですよね、気候がね。青の円盤っていうものはクリア前に来ることができるんですが、こんな感じの見た目をしていて、まあ、これがパルデアの土を使ったものになります。なのでパルデアと同じようなテラスタルができる。緑の仮面をクリアするとですね、テラス池の水というものが追加されます。これが北上のテラスタルですよね。これがゼロの大空洞の結晶を入れた形、つまりエネルギー濃度が最も高い状態でエネルギーを照射しているっていうのがわかるかなって思います。そしてその条件を満たすと何ができるかっていうと、ステラができるんですね。まあこれも全てエネルギー濃度に関わるお話です。だからこそパルデアの土だけだとゼロに行かない限りは弱めなテラスタルになってます。だからこそ自然でステラしちゃってる野生のポケモンが出てくるんですよね、ここでもね。あれでもパルデアでもステラできるぞ。主人公たちのオーブがエネルギー濃度の濃い場所に行ってテラスタルオーブが進化したからですね。これは作中でも語られてました。でこのエネルギー濃度のお話っていうものは、まあ、タイムマシンとかにもつながるんですけど、まあ、実質今このブルーベリー学園は時間転移が起きてもおかしくない状況になっています。というのもこのエネルギー濃度なんですが、テラス池ですね、テラス池でも一時的な時間転移ができるっていうのはヘザーさんのケースやエピローグの博士のケースで明らかになってますよね。テラパゴスがいればここに誰かを呼ぶことができてしまうっていうのはエネルギー濃度の足し算のお話だったんですね。池の水、結晶、プラスステラの力っていうのはテラリウムコアにもパルデアの土、テラスタルの池、エリアゼロの結晶しっかり当てはまってるわけでございます。でこれ博士の研究ともつながってますよね。そもそもその条件が満たされてるのはゼロの大空洞ですよね。そういったものからこの伝承ではどこかからもたらされた結晶の成分が溶けており、引用可能で村の水源でもあります。やばいですよね。で池の光を見ていると亡くなった人に会えるという言い伝えもありますというものは、まあ、過去の人間を飛ばすことができる、そんな場所、そんな条件が揃えばのお話で、この言い伝えがあるということは以前にも誰かがここに呼び寄せられたのかもしれませんね。はい、こっから余談なんですけど、まあ、おそらくこの濃度的なものの条件を満たした場所で咲く結晶の花ならぬ本物の植物というものがポケモンに効能をのたらす特殊なスパイス、まあ、テラスタルした植物的なノリだね、で出現するんじゃないかって思ってます。テラス由来の証拠っていうのは、まあ、実はコライドンで分かって、あの岩薬ですね、スパイスが元になってネリネさんが作ったあの岩薬を使った際の飛行がこのような演出になって、おそらくこれステラ的なエネルギー濃度を帯びた植物から
から持たされたスパイスだからこそステラ的な波動が出てるんじゃないかなって思います。まあでもこの辺の謎はね、これ読めれば全部解決したのにね、持ってきやがってよ。はい、というわけで軽めの内容でした。今回の後語りなんですが、ちょっとバレンタインについてお話ししていくんですけど、まあ、本当に冒頭で言った通り僕チョコが苦手で、まあ、謎のソワソワイベントみたいな感じになって、あ、別にもらったことはないですけど、で、まあ、バレンタイン商戦で売れなかったものって、まあ、割引されてチョコが販売される時期も長いじゃないですか。結構地獄なんですね。別にそんなチョコ食いたくねえよなみたいな感じなんだけど、大体スイーツがチョコになるっていうもので、まあ、しかも割引されるんだったらチョコ食えるもっと幸せだったじゃねえかよってことなんで、来年からグミにしましょう。バレンタインはね、企業さん全員グミにすれば、今後割引されるのもグミになっていくって、このスイーツのゴールデンウィークみたいになるんで、まあ、そこをよろしくお願いします。楽しめましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。特にコメントすることがないよっていう方、ハリボーで一番好きな味な、これ以前もやった気がするけど、ハリボーで一番好きな味を書いてください。僕はピーチみたいなやつです。それではご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。